ついに10回目になりました。10回目誰を呼ぶかいろいろ考えたんですけども、考えつきました。もう早速呼びますけれども、この人です。いやー、呼んでいただきましてよいしょと。あんたかっていうか、そのシャツ、それずっとどこ行ったか探してたんだけど、まさかそこにあったか。まあ他人じゃないしね。まあそれはそうなんだけど、っていうか、あの トイック受けたんだ。そうそう、あの証明書用に写真借りたから。なんかそれってこうちょっと替え玉受験っぽくない？まあでも実力も全然変わんないから。そりゃそうなんだけどさ、あ、先言っておくと、あの半分よりこっち来ると後で作業大変になるんで来ないよね。作業そもそもあのどっちがするとかまだ決めてないけど、じゃんけんポン、あいこでしょ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 。決まんないね。考えてること変わんないからね。そういうことだよね。まあ、考えてること一緒っていうと、この結局何を質問しても答えも知ってる。そう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 、まあ、あんまり面白くないっていうか。いや、もうこんなもんにしとく。ああ、そうする。まあ、あんまり仲がこうね、話してても仕方がないし、かえってやりたいこともあるんでしょ。ああ、読みかけの本気になってるでしょ。もうなんかこの以心伝心みたいな感じで、まあじゃあこの辺で今日は早々に、今回のゲストはこの人でした。また